はい、午後3時になりました。皆さん、お楽しみいただけているでしょうか。これからはコンサートの時間です。Now start the concert time。特別講師の先生方がお若かった頃の映像、そしてその後に特別講師の先生方の演奏があります。So we'll be showing historical videos of our special instructors when they were young, like 9 year old or so, followed by their concert, their performances. そしてその後、楽器を持ってみんな集まってください。僕も集まります。3時40分ぐらいになったら皆さん楽器のご用意をお願いします。最後にみんなで10分か15分ぐらいですけれども、一緒に曲を弾いて、今日の一日の夏祭り、おしまいにいたしたいと思います。それではコンサートの開始です。どうぞお楽しみください。
Thank you.
メソッドによるレッスンの成果を知ってもらおうと、海外へ演奏旅行に出かけた子どもたちの演奏です。こうして日本だけではなしに、世界の子どもたちの才能が鈴木メソッドによってどんどん開発されていく日もそう遠いことではないに違いありません。
Thank you.
Thank you.
はい、皆様、どうも最後までありがとうございました。ところどころ、技術的な問題で思っていた通りに画像が出なかったり、それから音と映像がずれてしまったりという問題がありました。So, thank you for joining us today, and this is the end of today's program. I'm sorry we had several technical problems. In particular, there were problems with the synchronization with of the sound and the video, which we shall correct when we edit and then upload the whole program again onto YouTube. いずれ昨日のビデオと今日のビデオと、編集をし直して完全版を今回の公式の YouTube チャンネルで公開をいたします。それまで、本日いろいろ不手際があったことをご容赦いただきたいと思います。これを企画する前まではですね、そもそも何人がおいでいただけるかということを全くわからない状態で始めました。夏季学校の場合は参加登録をしていただくので、何人おいでになるかということがわかるんですけれども、今回は実際にやってるまで何人おいでになるかということがわからなかったんです。実際、今日は、コンサートの時にはですね、大体 Zoom とそれから YouTube と合わせて1600人ぐらいの参加をいただきました。So, this year, despite difficulties, we had a wonderful turnout, counting those participated in through Zoom and those watching YouTube. In total, there are some 1,600 people joining, and many more, I believe, are watching at home together with parents and brothers and sisters. So I think it went very well, and I hope we can get together again next year. Next time in Matsumoto, here in Matsumoto. But we may be planning to combine the real, summer vacation and virtual or the remote summer festival. というわけで、来年はぜひ松本で皆さんとお目にかかりたいと思いますけれども、今日も大勢の方々の書き込みがありました。松本には行けないけれども、こうして夏季学校を見ることができて、参加することができてよかったという声もたくさん寄せられています。来年、今頃、どういう状況になっているか、想像もできませんが、場合によっては、松本にお集まりいただくのに加えて、それにリモートの部分も付け加えて、組み合わせて、何か新しい形で開催をするということも考えるかもしれません。今日は特別講師の方々、大変にお世話になりました。そして、ゾロさんの、先生の方々も、ご活躍でした。YouTube で最終的に編集をして、アップをするときには、最後のところでどういう方々に、ご参加いただけたかということ、ご苦労いただけたということのクレジットも最後につけるようにいたします。コロナの中、大変に少ない人数で、すべての打ち合わせをリモートで、やりまして、このようなものを、まとめることができました。お力をお貸しくださった先生方に、ここでご感謝をいたしたいと思います。So we had to arrange everything remotely, and the preparation time was very short, but we managed it. And I hope you enjoyed today's program, yesterday's and today's program. So please come again when we arrange something, and see you next time. どうもありがとうございました。